はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数関数 ③ 方程式編をお送りします。で、これで3本目ですね。で、前回は性質ということで大小関係比べてったんですが、今回方程式を5問解いていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、方程式に関しては、指数のルールが分かってれば基本的に楽です。すごく変化の仕方ね、変形の仕方が分かってれば大丈夫だと。で、ポイントとしては前回の大小関係と同じで定を揃えにいくっていうのがポイント。例えばこれ8の x 乗イコール4でしょ。これも8と4になってる。例えばここ1乗って考えればさ、ね、両方定が揃ってないので、これを揃えにいくと。で、どう揃えるかっていうと、これ8も4も2の何乗って表すことができるから、2で揃えにいくのね。で、例えばこっち、4っていうのは2の2乗でしょ。で、これで OK。で、問題がこっちで、8の x 乗。8って2の3乗じゃん。だから、書き直すと、2の3乗の x 乗になるのね。8の x 乗って。で、これはさっきも言ったようにそのルール、変形のルール前やりましたけど、ここの部分、ね、2の3乗の x 乗っていう、この部分に関しては、掛け算でくっつけることができるよね、これって。つまり、左側、左辺を変形すると、2の 3x 乗になります。で、定が揃ったと。そうすると何が起こるかっていうと、定が揃ったら肩の数字だけ考えればいいの。つまり 3x と2が同じって考えていいから、こういう式に変えることができる。定が揃ったからね。でもこれ中学校でも解けるでしょ。普通に3をね割るだけだから。だから答え x イコール3分の2って、これが指数の、指数関数のね方程式の解き方になります。定を揃えるだけだね。上3問は特に。で、次です。で、次も、これね、3分の1で揃えてもいいんですけど、個人的には3で揃えようかな。で、どうやるかっていうと、まずこっち。9は3の2乗でしょ。で、これなんだけど、3分の1っていうのは、3のマイナス1乗です。3分の1ね、これ。で、それの x 乗だから、これ書き直すと、3のくっつける。掛け算でね。くっつけるから、マイナス x 乗になります。で、定が揃ったから、じゃあ肩の数字だけ見ようぜってことで、マイナス x イコール2。つまり、x イコール、マイナス2と。ね、これで解くことができます。で、じゃんじゃんいきましょう。次っすね。で、次も定が4と2で揃ってないので揃えに行きます。で、これも2に揃えるね。4は2の何乗ですることができるから2で揃えようと。で、ここです。ちょっと気をつけなきゃいけないのが、今回も4が2の2乗です。だから2の2乗の 2x-1 乗になってる。状態としてはね。で、さっきも言ったように、ここは掛け算です。だからどうなるかっていうと、2のかけるから 4x-2 乗になります。いい、2を分配するからね、ちゃんと。で、右辺は2ちゃんともなってるから、2の 3x-5 乗と。で、定が揃ったから、あとはね肩の数字だけ比べて 4x-2 イコール 3x-5 と。で、普通に解きましょう。これ方程式でね、こう移項してうまくやってくれれば、x イコールマイナス3と。ね、これで完成になります。で、これが基本的にオーソドックスな問題、上の方はね。で、下がちょっと厄介です。やり方を知らないと厳しいという。で、上と違うタイプで、3の 2x 乗マイナス3の x プラス1乗マイナス54イコール0です。でも個人的にはこっちの方が出てきます。でも定期テストは多分両方出てくるけどね。で、これどうやるかっっていうと、あるものを t とかって文字を使って置きに行きます。でこれに関してだったらもう3でしょ。3の何乗しかないから、3の x 乗を t とかって、まあもちろん a とかでもいいけどね、文字を使って置いてください。これができるかどうか。でその時大事なのが、これ指数なんで t は絶対に正になります。0になることもないからね。負になることもない指数だから。でこの後どうするかっていうと、慣れてしまったらこんなことしなくていいんですけど、慣れるまではまず3の 2x 乗です。でちゃんと書くと3の 2x 乗って3の x 乗の2乗なんだよね。なぜならここかけたら戻るわけだから、こう書いても OK で、次です。ここのがポイントで、3の x プラス1乗、これマイナス 3×3 の x 乗となります。なぜかっていうと、これもともと3の1乗、ちょっとかけるって書くね、わざとね、この部分ね、こうなってます。掛け算っていうのは肩の数字を足すんだよね。これが変形のルールだったでしょ。だから戻るから、ちゃんとこれに、つまりこうやって3を1個取り出して書いても OK なんだよね。いいかな。この変形よく使うから覚えてください。でマイナス54はそのままでいいです。3の何乗とかいかなくていい。でこう、そうすると何が起こるかっていうと、この部分 t です。3の x 乗だから、ここも t です。つまり t の2乗ね、マイナス 3t マイナス54イコール0って、こうなる。であとは因数分解です。これ t が54だと、黒くでいけるか、マイナス9とプラス6イコール0です。ギリかな、だからね。でこうなって、ちょっとこっち行くよ。 t イコール9とマイナス6なんですけど、これちょっとちゃんと書くとね、ちゃんと書けば t は大なり0よりマイナス6の方が答えに入りません。なぜならマイナスないからね。で書くだけ書かなきゃいけないんだけど、ちょっと入んないんだけど、カットでね。だからこっちの答え使えないと。つまり t は9なんです。で戻す。t っていうのは3の x 乗だから9でしょ。でこれもちゃんと解くなら、こっちが3の2乗です。だから肩の数字を見て x イコール2でもいいんだけど、3を何乗したら9になるって、2乗じゃんかって分かるから、まあ、そのままね、答え x イコール2と、これで OK です。で今までいろんな生徒教えてきてて、よくやるっていうミスがあって、それがね t で止まる。これ結構置き換えて工夫して解いていってるから、この辺まででもね結構お腹いっぱいな感じなんだよ。よっしゃ頑張ったみたいな。で t たどり着いて、よっしゃってマイナス6も答えから省いたぜみたいな感じまでするんだけど、ちゃんと戻して x で出すんだよ。よく t で書いて答え×もらう子をよく見てきてるので、気をつけてください。で最後も同じパターンです。2の 2x プラス1乗マイナス 9×2 の x 乗プラス4イコール0です。でこれは2のホニャララ乗だから、2の x 乗を t と置いて勝負していきましょう。で同じように t は大なり0です。必ず正になります。で、まあ、この部分ですね。ここまずはで、これが書き換えても入るかな、ギリいけるかな。これさっきと同じように考えると、ここだね、2を1個前に出していきます。つまり 2×2 の 2x 乗と書くことができる。最初の部分ここね。なぜならここに1がある。かけたものは足すことができるから、これ戻せば2の 2x 足す1乗ってなるので、2を1個だけ前に出すことができます。でマイナス9かける、あと同じだね、2の x 乗プラス4とイコール0で、さっきと同じで2の 2x 乗は t の2乗と同じです。なぜなら3の 2x 乗の時と同じ、これと同じ発想でね。つまりこれが t の2乗だから 2t2 乗で、ここは普通にマイナス 9t、 これ t だからね。でプラス4イコール0です。で下が入るね、因数分解いきましょう。でこれたすき掛け使ってください。2t と t にして41だな、マイナス4とマイナス1でいけるか、こうなるね、合っていくかな、いけるか。でこっち持ってきましょう。ちょっと赤と赤でごめんね、かぶりますけど t は2分の1と4です。で今回は両方とも正なので答えとして採用してください。カットしないでね。で t をもう一回戻すと2の x 乗が2分の1と4になるとき、それぞれ1個ずつ解いてもいいです。でも暗算できるんであれば2の x 乗が2分の1になるのはマイナス1のときです。ひっくり返るから。だから x イコールマイナス1と4になるのは2の2乗のときだもんね。だからマイナス1と2だよっていう、これで OK になります。でもしこの部分がちゃんと自信がない場合は、例えばこっち行こうか、2分の1解きたかったらちょっと消すよ、これここ使おうか。結局2の x 乗イコール2分の1を解きたいのね。で2分の1っていうのが2のマイナス1乗なんだよ、これで k が揃ったから、さっきと同じ肩だけ比べればいいので x イコールマイナス1でこれだよみたいな感じで解いてください。今ちょっと暗算でしたらやっちゃいましたけど、そういう流れになります。では今回は高校数学数2の指数関数 ③ 方程式編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でもう1個いきます。で次は不等式編をね、ぜひじゃねえや、次回ね取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。